こんにちは、ファンタスティックフロムエグザイトライブの木村ケイトです。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さてケイトくん、はい、舞台のお便り結構たくさん来ていて、はい、東京公演の大阪も来ていまして、そのメールをちょっとご紹介していきたいと思います。はい、はい、お願いします。岐阜県のしんべえさんからです。先日しんべえさん女性だと思う。女性か、うん、はい、先日念願のバックトゥーザメモリーズ大阪公演に行きました。いつも学校や用事がかぶったりして、はい、なかなかライブに行けなかったんですが、初めて生のファンタケイト君を見ることができました。本当に嬉しかったです。生で見るケイト君は顔がちっちゃくて、お目目がパッチリで、ダンスがキレッキレでキラキラの笑顔で、とにかくかっこよかったです。1回じゃ全然足りないくらいです。またファンタのライブに行きたいと思います。いただきました。おお、ありがとうございます。本当にチーのもうジンのあの伸び棒がめっちゃ伸びとった、めっちゃ伸びとったけど、その分伸ばしました、続いてラジオネームリナティさんからです。私は20公演中11公演行きました。毎公演何が起こるのかわからなくてワクワクでした。とで、福岡県のゆきむさんからは、大阪全6公演見に行きました、舞台が無事開催されて本当に良かったですと。で、大阪の亀美優さんも大阪公演の6公演すべてにお邪魔しました。毎回プレッシャーの中、ケイちゃん縄跳び頑張ってくれましたね。ハッピーになれる素敵な作品ありがとうございました。ジュッケイちゃんです。最後にケイちゃんへ、また舞台のお仕事あれば挑戦したいですか、といただきました。いかがですか。そうですね、まあ挑戦させていただけるのならばやりたいですね、うんうん、舞台いかがでした。まあこの舞台はライブステージというので、うんうん、普段のお芝居だけの舞台とは全然違うんですけど、うんうん、何よりダンスの楽曲数が多くて、ね、疲れるというか、うん、演技にも集中しなきゃいけないし、ダンスにも集中しなきゃいけないし、うんうん、でその先ほども出た縄跳びにも引きをやらないといけないというのは結構疲れますね、一公演一公演が、うん、何曲ぐらい覚えたというか。24曲。ふわー、すごい。もう結構すごかったですね。これ、リハーサルの時は、ドームツアー、うんうん、エグゼトライブのやつもやってましたし、そうか、時期が一緒だったんですよね。個人の、はい、ホールツアーも、リハーサルを同時並行でやってたので、3つ抱えてたので、うん、この東京公演初日までは。うんうんうん、だからすごい、追い込まれましたし、まあ、鍛えられた、うん、そんな、舞台になりましたね。だってその他にも、まあ、雑誌の撮影とかこのラジオの収録とかも間に入ってくるわけじゃないですか、うん、はい、すごい忙しかったでしょうね。そうですね、ありがたいことに、なんでこれからも、はい、なんか挑戦できることがあったら、うん、自分なりに努力してやっていきたいなとは思います、うん、はい。突破ファイルのメッセージもたくさん来ていまして、はい、うん、いろんな方から来てるからちょっとどうしようかな。ラジオネームまいさん、いきます。まいさん、はい、はい、ケイト君ザ突破ファイル VTR 出演おめでとうございました。ケイト君のコンビニ店員さんの姿本当にかっこよかったです。いらっしゃいませのケイト君が大好きで、そこをずっとリピートしてます。かっこ笑い。ケイト君が VTR 出演するってメンバーさんたちが知った時どんな反応してましたか、といただきました。結構メンバーさんもねストーリーとか上げてましたよね。そうですね、初めて聞いたときはメンバーも喜んでくれました。結構ザ・突破ファイルさん見てる方も、ってかメンバーも多かったので、うん、あ、ほんま、それに出るのすごいね、頑張ってみたいな前向きな感じで迎えてくれました、うんうんうん、あと福岡県のしおんさんからは、初のコンビニ店員楽しかったですか、はい、私は高校生の時コンビニで働いていたので見れて嬉しかったです、といただきました。どうでした、楽しそうでしたね。結構楽しかったです ね、 ね、バイト経験がないので、うん、ちょっとそのバイトしてる感というか、うん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 、体験みたいのできたのですごい楽しかったですね。あと衣装を着れたっていうのも嬉しいです。あ、店員さんの、はい、そう、私も実はしおんさんと一緒で高校生の時コンビニエンスストアでバイトをしてたんですよ。そうなんですよ、見てみたい、見てみたい、はい、そのやっぱり元コンビニ店員から言わせていただくと、ちょっとケイト君のコンビニ店員ちょっと言いたいことがあって、はい、どうぞどうぞ。あんなクソイケメンな店員さんはいないですね。あ、いないんですかあのね、そんなそんなVTR 中にも言われてたのでその言葉をお借りしたんですけど、
言われてましたよね、はい、クソイケメンって言ってましたね、言ってくださってましたねあれかセリフでですか。そうそうそう、セリフで、あ、言われました、草薙さんに。そうそう、草薙さんにクソイケメンかって言われてたからめちゃめちゃ面白い方で、うん、すごい終始笑ってました。どんなお話されたんですか。なんかお話というよりかは、うん、その演技中に結構アドリブとかでクスってなっちゃう時とかあって、カメラに映ってない時に、うんうん、結構面白かったですね。あれ、ケイト君のセリフは台本、草薙さんの台本、なんかちょいちょいアドリブ入ってるんかなと思ったけど、僕は基本台本で、うんうん、草薙さんはその台本プラスアドリブを加えるという。ちなみにクソイケメンは台本に書いてあったんですか。書いてありました。ああ、そうなんや。はい。やっぱりもう、日本テレビが認めるクソイケメンですよ。クソイケメンって言ったら怒られるわ。違う。やっていきます、これぐらいで。はい。ですかね、トップ5。はい。いや、もう本当に、はい、私も、その直前までニュースやってて、はい。6時58分ぐらいまで。で、7時ぐらいからオンエアだったから、トップファイルが。はい。終わってすぐ、もうテレビ見てました。おー、嬉しい。はい、ということで、またケイト君もね、こういった出演などがありましたら、はい、この紅葉でも随時お知らせしていきます。お願いします。ケイト君、お便り届いてます、はい、届いてます、紹介しますね、はい、ラムさんからのお便りですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。高松さん、ケイト君、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞かせてもらってます。実は先日引っ越しをしたのですが、山口県のお友達がハギエール、あのビールですね。うん、けど飲みましたね。夏みかん、はい。夏みかんジュース、さらにママレートなど山口県の名物を送ってくれて、新生活も山口県に支えられながら過ごしています。今年も山口県にふるさと納税しますね。ということですね。お話は変わり、私事にはなるのですが、先日、彼氏がファンタスティックスとケイちゃんにハマり、おぉ、曲名までちゃんとわかるようになりましたというメールを読んでいただいたのですが、実はこの度、その彼と結婚することになりました。いやー、 おめでとうございます。結婚式もあげるのですが、かける曲に悩んでいるので、ぜひケイト君の意見も聞きたいです。また一生に一度なので、もしよろしければ高松さんとケイト君にお祝いのメッセージなどをいただけると嬉しいなと思いメールを送りました。日曜日は変わらず恋音を聞きますので、引き続きよろしくお願いいたします。関係ありませんが、写真もつけておきますということですね。いやー、もうめっちゃめでたい。いや、嬉しい。おめでとう。ありがとうございます。俺思い出したみたいな。いやー、なんか嬉しいね。嬉しいですね。ほっこりしますね。ね、結構ね、番組にもお便りいただいている方で、はい、千葉の方だったと思うんですけど、そうですね。そう、新生活山口県に支えられてるっていうのも嬉しいですし、何よりご結婚で。嬉しいですね。写真。はい、見ました。ラムさん、見ました？かわいいね。はい、素敵ですね。素敵、お似合いです。はい。優しそうな彼。ね、めちゃめちゃ優しそうですね。ね、めちゃ優しそう。しかも僕とファンタスティックスでハマっていただいて、嬉しいですね。めっちゃ嬉しそう、ケイト君。超、超似合ってる。男性がその、応援してくれて、すごい結構嬉しいですね。女性も嬉しいんですけど、ね、同世代から、同世代で、同年、性別が一緒の方、ね、はい、同性から応援してくださって、はい。すごい嬉しいですね。いやー、めでたい。なんかこう、はい、お祝いメッセージ、私とケイト君から送らせていただいていいですか。はい、黒どうやりますか。どうやります。言いますね。じゃあ、彩香さんから。はい、私から。はい、じゃあ合わせてくださいね。はい、ラムさん、ご結婚おめでとうございます。恋する音楽、木村圭人くんと高松から、もう、はい、超おめでとうございます。ありがとうございますね。本当に嬉しいですね。はい。おめでとうございますということで、うん、これからも、その、彼氏さんと一緒に、恋音だったり、うんうん、ファンタスティックスだったり、いろいろ、ハマっていただいて、うん、よりなんか、僕たちと一緒に幸せになってくれたら嬉しいので、幸せの家庭を築いてください。
僕たちももう家族ですからね。そうですよ。でもね、なんかこう、やっぱり、ケイト君がこの声を入ってくれて、こういったラムさんとかね、いろんな方がこう、はい、彩香さんとかケイト君ってメッセージくれて、なんかもう妹みたいな感覚だから、はい、このラムさんもね、もうなんかすっごい嬉しい。嬉しいですね。嬉しい。前回は彼氏だったのに、今回は結婚って嬉しいですね。ほんま。はい。私より先に嫁行ってから。そこはちょっと悔しいですね。いやいやいや、嬉しい嬉しい。ほんと嬉しい。ほんと幸せになってくださいね。お幸せに。で、これも、この後ね。そうですよ。はい、主婦になっても、今後もコヨンリスナーは続けてください。はい、お願いします。はい。あの、ハッピーオンマンデーさんから、山口県の方なんですけど、ケイト君が以前、あの、ファン旅で行った、山陽小野田市の花の海、ひまわりのファーストシーズンがそろそろ終わりそうだと。はい、ケイト君にひまわりの中でパフォーマンスしてほしいなと。ちなみに、先日行った時に、ハッピーオンマンデーさんが、結婚写真の前撮りが行われていましたよと。結婚式の前撮りとかもね、場所に選ばれるのかな、このひまわり。綺麗でしょうね。めっちゃ綺麗でしたもんね。ねひまわり。ラムさんもきっとこれからバタバタ忙しいと思いますが、うん、暑いですがお気をつけください。はい、うん、ね、あのメッセージにも結婚式でかける曲、うん、どうしようかなみたいなお話ありましたけど、どう思います？ケイトさん、僕ぴったりな曲があるので、はい、紹介したいと思います。お願いします。はい、じゃあそれでは聴いてください。木村カエラさんでバタフライ。今お聴きいただいたのは木村カエラさんでバタフライでした。いや、おいいね。もう間違いない。この曲いいですね。もう結構僕が初めて聞いたのは小さい頃だったんですけど、うん、ちっちゃかったの。なんか、はい、ウェディングといえばこの曲ってイメージが勝手にあって、あるある。ありますよね。あるある。なんか僕のお母さんの妹が結婚した時に、うんうん、その結婚式でかけてて、それを多分僕が会場で聞いてたのかな、うんうん、その式 で、うんうん、で、それでそのイメージも強いんで結婚式ぜひかけていただいて。うんっていう思いを込めて今日は選ばさせていただきました。12年前の曲だから、まあ、ラムさんにとってもね結構幼い頃に聴いた曲かもしれないですけど、私高校生の時の曲なんですよこれ。すごい、めっちゃ流行った。もうカラオケでみんな歌いよった。そうですよね、うん、もうカラオケで流行ってたっていうのをイメージあります。本当素敵な曲だと思います。はい、いかがでしょうか。いや、なんだかね、こうハッピーな気持ちになりましたね、今日は。そうですね、うん、今日のファンタスティックタイムはすごい幸せな気分になりましたね、うん、もう最初から褒められてサッパ入るね。ラムさんのね、結婚話も聞きましたが、そのファンタスティックタイムいかがでしたか？いや、もう今日は超ハッピーです、私ですね。うん、なんかね、このまま終わりたいです、このまま幸せな気分別にここから下ることないから大丈夫だよ。ないですね、確かにということで、はい、この後もね、皆さんからの質問や感想メールをお待ちしています。宛先は koi@kry.co.jp、 またホームページや KRY アプリのメッセージフォームからも簡単に送ることができます。番組ツイッターやインスタグラムで番組の情報を動画アップしていますので、ぜひチェックしてください。ではケイト君、お知らせお願いします。はい、8月18日にリリースしたファンタスティックボヤージュ、僕たちのアルバムですね、がリリースされてます。おめでとうございます。ありがとうございます。皆さんもう聞いてくれたかな。ヘビロテ中じゃないですか皆さん。いかがでしょう。本当にこのアルバムはですね、ヘイダーリンからのシングルはもちろんなんですけど、うん、新6曲が4曲入ってまして、本当に盛りだくさんな内容になってます。そして前回行わせていただいたファンタスティックボヤージュという僕たちの単独ホールツアーのライブ映像プラスドキュメンタリー、ライブドキュメンタリーという言われるものも収録しているので、皆さんぜひチェックしてください。以上、ファンタスティックスロープのユーザイトライブパフォーマー木村圭一でした。また来週。